またなんかあったの？もう U17 のことなんかすっかり過去のことだと思ってたわ。歴史を忘れた民族に未来はないからね。これだから日本人は。そっくりそのまま返すわ。なんなら歴史を歪曲する民族に未来はないに変えるべき。というわけでね。今回は最新イチャモンと、お前らどの口が言うてんねんってことで過去の行い、さらにはですね。韓国代表監督さん、韓国が嫌すぎて4ヶ月中2ヶ月もアメリカに行くの巻をお送りします。なんやそれ面白すぎやろ。ぜひ最後まで見て韓国パイセンを笑っていってくれよな。というわけで、早速最新イチャモンについて見ていこう。最新イチャモン言うてもよ。一体いつの話してんのよ。U17 とかみんな覚えてた？忘れてるんじゃない？残念。韓国パイセンは忘れることができないんだな。めんどくせえな。というかさ、日本に負けてない。審判に負けたんだってことにして自尊心保ってるんでしょ？それで終わりにできないで、自分で掘り返すと傷をえぐることにならない？どう考えてもボコられてるんだから、さっさと記憶から消し去った方がいいと思うんだけど、なぜわざわざ自分で不利なことをやるのか。何回も言ってるけどさ、韓国パイセンは感情なの。論理とか常識とかそういうことで語れるほど韓国パイセンは単純じゃないんだよ。感情でしか動かないとか単純の極みだと思うんですが、それはもういいから先に進むぞ。常識とかそういう話をしだしたら韓国パイセンの話題進まないから、そういうものだと思ってくれ。珍しい観察対象みたいな気分で行こう。わかった。我慢して韓国パイセンの気候観察するわ。今度は韓国 K リーグの主審や国際審判としても活躍するキム・ジョンロク主審が持論を展開した。国際審判？韓国から出てくんなや。自国だけでやってくれ頼むから。話進まないからさ。いやでもこれは我慢ならんやろ。持論展開って韓国の持論って何の根拠もないファンタジーなんだもん。この主審がまともな持論するわけないやろ。予想つくわ。とりあえず聞いてみようぜ。まずは後半38分の PK 疑惑のシーン。PK を与えなければならず、相手 GK に警告を与えるべきだった。予想通りすぎる。でもね、キーパーが接触前に先にボールに触ってるの映像で証拠として残ってますから。テクノロジーに歯向かえるのは俺らのエイジ川島だけだから。そしてやっぱり一番騒いでるのは退場のシーンとフリーキックについて。過度な側面がある。フリーキックの位置も当然審判が誤って適用した。おそらく警告累積に伴う退場を与えるのに忙しく、判断がまともにできなかったのだろう。これが国際審判ですか？まず、イエローが角とか言ってるけど、遅れてきてるわよね。斜め後ろから。ボールに全く関係なく日本の選手吹っ飛ばしてるし。別メディア曰くコ・ジョンロンがフィジカル強すぎて日本の選手が吹っ飛んだように見えただけらしい。ちょっと何言ってるかわからないです。いつもだけど。で、興味深いんだけど、韓国ではフリーキックの位置が想像以上に騒がれてるんだよな。むしろ退場よりこっちを問題視してる感じもある。これ不思議よね。韓国の選手や監督誰も試合中指摘してないのに。というか、フリーキックの位置が問題になるってほとんど聞いたことがないなぁ。サッカーではこれらのリスタートの位置がずれるのはよくあることだし、あまりにもひどい場合はその場で指摘してるからな。それで問題になることはあまりない。その認識でいたからさ、そこで騒ぐんだ？って普通に疑問に感じちゃった。というかさ、この韓国主審さんは対人主審に対して判断がまともにできなかったのだろうって言ってるけど、お前のことやんけ。なんなら韓国国民全員に言えよとも思ってしまうな。あとはなんというか言い方というか、はいよ。同じ審判なのにひどい言いようよね。判断がまともにできなかったって部分やばいよな。自分が別の審判に言われたらどう思うんだろうか。いつもそれができないのよ。自分が言われたらどう思うか。だからどの口が言うねんって感じの発言を連発する。散々見てきたわ。どの口が。ってことで言えばやっぱり過去自分たちはどうだったの？と聞きたいよな。今回、日本に有利な判定とか騒いで、他の大会まで持ち出し、FIFA にいじめられてるっていうお得意の都合のいい時に弱者を発動してるけど、審判の恩恵を一番受けてるのがあなたたちでしたよね？って言いたいわ。それな、一番有名なとこだと日韓ワールドカップ。羨ましいな。世界中が知ってて、FIFA 公式に認められましたもんね。世紀の10代誤審の中に、4つランクインさせる代用。これはさすがに真似できません。羨ましいな。ランクインしたものはいずれも日韓ワールドカップのもので、スペイン戦とイタリア戦のもの。スペイン戦からはホアキンのクロスがラインを割っていたとして、モリエンテスのゴール取り消し、さらにモリエンテスのゴールがファウルの判定でノーゴール。ちょっと前にスペインでこの試合を扱った記事をやった時、恐ろしいほどスペイン人が激怒のコメントをしていた。当たり前だわ。韓国パイセン。こういう時にあの言葉使うんすよ。千年恨む。スペインにはその権利があるし、実際に千年恨まれるだろうな。むしろ千年で済めばいいが、失
かしあからさまよね。ゴール二つ取り消しとか、もっとうまくやれないものかね。韓国だから無理か。そしてイタリア戦はトッティがシミュレーションを取られて2枚目のイエローで退場。トンマージのゴールがオフサイドとなったものだ。イタリアで一番やってはいけない選手にもやっちゃうのが韓国対戦だわ。そしてゴール取り消しはデフォ。試合中にもマルディーニの頭を蹴る蛮行もしていた。後に勝ち誇ったように、韓国人を馬鹿にしてたからやった。こう話した時は戦慄したな。頭蹴るってありえない。命にも関わるし、重大な後遺症が残る可能性もあるところよね。他人を蹴ること自体ありえないけど頭。しかもそれを自慢するって。これもある意味当然だったんだなと思うのが、韓国国内の反応。日本だったらこんなことしてまでベスト4とか恥ずかしさ、怒り、申し訳なさで耐えられないよな。もし日本代表がこんなことしたら絶対に許せない。でも韓国は選手たちと同じくこの大会を大絶賛。バカにしたイタリア人が悪い。韓国代表は誇りだと言い出し、実際に未だにこの件を持ち出し自慢してる。どこを自慢するんだろう。何一つ自慢できる要素がない。ベスト4で日本より上という事実だよ。それがどんな汚いものであっても、日本より上ということが何よりも大事なんだ。終わってる。FIFA 公式も認めた誤審。イタリア戦担当したモレノ主審は自国で資格取り消し処分受けてるし、何とは言わないが、裏でそういうことが起きていたのは間違いないだろうな。で、これらのことやった国が U17 で日本よりの主審だったと主張してるんだ。ええー、そしたらね、こんな国嫌だと外国人が思うのも無理ないと思わないか？何も知らない外国人が韓国の国民性見たら逃げたくなるでしょ。そこでこの話題ですよ。クリンスマン監督、アメリカに逃げる。さ、クリンスマン監督は確か韓国のフル代表を指揮してるのよね。そうだ。クリンスマン監督は6月の親善試合後、極秘でアメリカに向かったそうだ。韓国サッカー協会がクリンスマン監督は米国に向かった。7月末まで約4週間、夏休みを取る予定と、韓国メディアに話した。クリンスマンさん極秘にしてくれ言ってるのにウッキウキでバラしてるのくさ。これによりどんな問題が発生するのかわからないのが韓国対戦だ。元からクリンスマン監督はたびたび母国に帰ることが知られていて、就任前から批判が起きていたんだ。そのため、韓国サッカー協会はクリンスマン監督との契約書に韓国常駐を盛り込んだんだが、それでもアメリカに行ったと。契約破ってでも行きたいとか相当だろ。結果、クリンスマン監督は4ヶ月のうち2ヶ月もの間アメリカに行ったわけなんですね。それ相当韓国にいることを嫌がってますよね。というか半分もいないならもう監督と言えないのでは。オンラインで十分やんけ。まあね、ここまで見てきたことでもわかる異常な国民性。クリンスマン監督は度肝を抜かされたでしょうね。なんやこいつら気候主やんけってな。クリンスマン監督大変やな。関わる国を間違えてしまいました。千年恨まれて謝罪と賠償を要求。とりあえず日本が悪いですわ。みんなは韓国対戦をどう思うだろうか。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で教えてくれ。それではまた次回。